はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学国語敬語丸1をお送りします。で、前回までね、助動詞がやっと終わったので、ここから敬語をね、3本やって国語の文法動画を終わりたいと思っております。ではそのスタートなんですが、今回全部ポイントなんです。で、全部ポイントで穴埋めが1番から8番まで、まあ穴埋めっていうか、ここは問題だけどね、となってますので、で、ここに関してはこれね、敬語にはホニャララ種類あって、今回ホニャララ語っていうのを取り上げます。それはまあこの辺で判断してほしいんですけど、そのホニャララ語になるやつ、そのするがホニャララ語だと何になるのか、見るは何になるのか、言うは何になるのかっていうのをここは書いてみてください。で、ここが分かった上でになってしまうんですけど、まあそんな感じでやってもらえたらと思います。ではできそうな子はね、ぜひやってもらって、で、ちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば今からね、全部問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。まあ、じゃあ早速ね、まず1番の方から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、最初にちょっとね、タラタラと話しちゃいましたけど、まず敬語にはホニャララ種類あります。で、何種類あるかっていうと、これ3種類です。で、そのうちの1個をまず取り上げます、今回はね。で、3種類あって、今回取り上げるのはある人や事物、まあね、を高めた言い方をすることによって、その人に対する敬意を表す敬語をホニャララ語と言います。で、まずね、答えから書いちゃいましょう。これをまあ敬語の1種類目ね、今回は尊敬語と言います。これを取り上げていく。つまり、まあ人とか事物、何でもいいんですけど、あるものに対してそれを尊敬する言い方、高める言い方ね、これを尊敬語です。で、尊敬語は大きく分けて4つのグループに分けることができて、まず1つ目が助動詞のれる、られるをつけた言い方です。で、これもし余裕があったらちょっと探してみてほしいんですが、動画リストからね、助動詞丸1っていう動画、助動詞丸1、そこがこのれる、られるを取り上げてるのね。で、そこでやったように、れるとられるには4つの意味があります。それがまず受け身でしょ。で、可能を自発尊敬です。で、そのうちの尊敬が入ってるので、それがくっつくと、例えば話されるとか来られるみたいな感じでになると、これが尊敬語になります。助動詞の尊敬がくっついてるからね。で、2つ目、次がおほにゃららになる、ごほにゃららになる、もう1個、おほにゃららになさる、あ、ごめん、おにおほにゃららなさる、ごほにゃららなさるです。で、例えばお読みになるとか、ご心配なさる、これまあご心配になるとかでもいいんだけど、こういった言い方を尊敬語って言います。これでまず2つ目。で、3つ目なんですが、これは最初にも言ったように、するの尊敬語、言うの尊敬語、見るの尊敬語っていうのが決まってます。で、この3番で取り上げた、このね、3番から8番、ここの問題に関しては、必ず暗記しておいた方がいいです。敬語に関しては。いいかな？で、まず1つ目、するだね。で、するの尊敬語は、なさるです。いいね、するはなさると言います。で、次、言うです。言うは、おっしゃる。いいね、言うはおっしゃるです。で、次が見るだね。で、見るは、ちょっと待ってね。ご覧になる。いいかな、見るはご覧になるです。で、次、くれるだね。で、くれるは、くださる。で、次ね、食べると飲む。これに関しては共通です。どっちも尊敬語になると、召し上がると言います。まあ、聞いたことあると思うんだよね。あ、ごめんごめん。上がるを漢字で書いてしまった。よいしょ。召し上がるだね。で、次、いる、行く、来る。これも共通です。で、これの尊敬語が、よいしょ、いらっしゃる、となります。
いいかな。で、これがまあ最初に言ったように尊敬語でよ特にね、よく出てくる有名なやつなので覚えておいてください。で、最後、4番は、ちょっとね、まあ尊敬語の中でもこういった言い方があるよっていう風にね、付け加えてほしいんですけど、例えば、ほにゃららさん。この3が尊敬語です。ほにゃらら様。お名前とか、ご両親。このおとごがついてる感じね。これも尊敬語。あと、あなたとか、どなたも尊敬語です。で、母上、まあ父上もそうだね。の上も、そこも尊敬語になります。なので、まず尊敬語がね、その相手を高めた言い方なんだよっていうところを確認してもらって、れるられる、助動詞のパターン。そして、お、ほにゃららになるみたいな感じのパターン。そして、ここはぜひね、暗記してほしいところで、あとはこういうのも尊敬語なんだよという感じで覚えておいてください。では、今回は中学国語、敬語丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回敬語丸2で次の敬語をね、取り上げますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。